来ました、やばい、くわケンジです。西成センベルシリーズ、今回は西成でコスパのいいホルモンを食べながらビールで一杯いこうかなと思います。場所はこちらです。ホルモン29号になります。こちらは、開いてるのかな、開いてないのかな、まだ開いてないのかな。営業時間は14時からだから、もう開いててもいいとは思うんですけど、ちょっと行きましょうか。あ、すいません、あ、すいません、すいません、はい、あ、来ましたね、やってるということで良かったです。この辺りはてっちゃんと油と肝をいただきましょうか。そしたらてっちゃんと油と肝、はい、飲み物は赤星の大瓶でお願いします。ありがとうございます。来ました、札幌赤星、いや来ました、キンキンとビール、今日は暑いですから最高ですよね。撮影許可として、店主さんを写さないというところと、作っているところを写さないという、条件付きで撮影許可いただきました。ありがとうございます。で、今流れてるのは、オニエコプラフというか、私ね、オリエント世代で、夕焼け年齢付きで、夕白いに惹かれたいというのがすごく大好きで、ちょっとそれが流れてるんですよね。この音楽を聴きながら、夕焼け年齢とか、オニエコプラフの音楽を聴きながら飲めるっていうのは、まず素敵。泡ちょっと多めだけど、これがね、どん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 こう泡がなくなってビールの量が増えるというか、結構ねお得な感じしますよね。来ました、やばいね、結構いっぱい盛りだくさんですよね。お箸はこちらですね、いただきましょうか。すごいいい香りがします。いや、何からいただきますか。これまず油でしょうね、油、どうも、まず油いただきます。大きく油ですね、うん、すごいトロントロン、いやこれはビールすごい、いや、めっちゃうまい、レバーめっちゃうまいんやけど、いや、すごいうまい、レバー、いや、油も美味しかったんだけど、レバーも美味しい、うん、次でホルモンいただきます。結構歯切れがいいし、あとはこのホルモンのこの油が美味しい、油と違う油のうまさっていうのはあると思うんですね。でこのタレが美味しいよね、タレ、結構お酒進む味ですよね。レバーが本当にプリンプリンなんですよ、これプリンプリンがすごく美味しい、うん、うん、店の感じはこんな感じです。立ち飲み席はこのような感じです。それで油、
リ辛とか辛、めっちゃ辛いんですよ。辛い元とちょっとあのホルモンいただきましょうか。めっちゃ辛い。おいしい。次はこちら、こちらレバー、結構ね大きなレバーとこの辛いもと、旨味辛いもと、うまっ、めっちゃおいしい。ホルモンすごくおいしいわ。次は油ですよね。油ちょっと辛い、これ辛いもとが私すごく相性が合う。美味しい。あのとにかく油がもうトロントロンなんで、で結構ね甘のこタレで炒められてるんですよ。この調理シーンが撮影できなくてちょっとあの残念な気持ちあるんですけど、でも私の中ではもう炒めてるところ、おかみさんがね炒めてるところをちょっと見させていただいたんですけど、いやとてもね美味しそうでした。よろしければ皆さん来てみてね、おかみさんがこの焼いてるところを見てみながらね、ちょっとビールの値段はいかがでしょうか。うん、メニュー見てみると、長いメンマ250円、キムチ250円、本日のナムルが250円、今週のスズケ200円とか、結構ねお手頃価格ですよね。で、あとちょっと面白い、 6P チーズ1個とか100円とか売っております。目玉焼きが1個100円ですね。うん、でこの辺り結構お得価格ではないでしょうか。あとてっちゃん服油肝各250円ですね。で本当に私は、ね、肝と油、これはねあのすごくおすすめかもしれません。肝は本当にあの大きい、プツンと結構大きいです、はい、で中はすごく、ね、フレッシュな状態というか美味しかったです。油はプルンプルン美味しい油でした。でてっちゃんは皆さんでいろいろ食べる、これ大腸島腸だと思うんですけど、てっちゃんだからあのもう皆さん大好き。服は服ですね、この肺の方ですけど、私はもうこの中で私は絶対おすすめなのは肝油、これを注文して何だったらトッピング玉ねぎ200円、これ結構ねいいかもしれません。次来た時はこれ注文しようかなと思います。飲み物ですけども、赤星の大瓶が450円なんですね。いやこれはでも結構いいかと思います。赤星不安はぜひ来てみてはどうでしょうか。あとはこのような値段帯になりますけども、そのギガの場合は800円とか、うん、ということですね。絶対注文した方がいいと思います。おすすめ。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。ホルモンめっちゃ美味しかった。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。